はい、うえちゃん TV へようこそ。今回はですね、前回、iPad Air、そして、強化ガラスをですね、皆さんにですね、ご紹介したと思います。強化ガラスはこれですね。これです。下、概要欄貼っておきます。これですね。これ、ものすごい1200円台で強化ガラス、QH、そして、スルンスルンの滑りやすいというやつですね。をやってきましたので、今回、皆さんにご紹介するのはですね、iPad Air のケースとなります。それでですね、またブンブン飛んでおりますけども、いきますよ。せーの、キャッチ。ということで、シュピゲンですよ、皆さん。シュピゲンのですね、iPad Air 10.5 インチのケースになります。はい、ということでですね、Something You Want ということで、ケース for タブレット。はい、ということで、早速ですね、これ開封していきたいと思います。まあ、ケースはまあ、普通のケースですよね。はい。まあ、エコっぽい、なんかこう書いてある。なんかよくわかんない。そんな感じ。まあ、見たらまあ、エコっぽいようなものを使ってますよ、みたいなものでしょうね。なんかこう、書いてあるんですけど、読めないですね。読めない。はい、それでは開封していきましょう。はい、ちょっと開けていきます。はい、これ珍しい。こんな感じのやつ。いきますよ。こんな感じ。はい、そして、とっても開けにくい。開けにくい。はい、それでいきます。出ない。はい、それでいきますよ。それでいきます。せーの、チラリライン。おー、さすがシュピゲン。見た感じ、やっぱいいですね、シュピゲン。シュピゲンのケース最高だわ。すごいですね、やっぱシュピゲン。はい、ということで、詳細を見ていきたいと思います。まずですね、シュピゲンのマーク。ロゴ、はい、シュピゲンのロゴですね。これがかっこいいんですよね。他のなんかわけわかんない、メーカーのロゴじゃなくて、このシュピゲンのロゴ、これやっぱかっこいいです。はい、ということで、これね、上、これ三つ折りになってます。三つ折りですね。こうやってこうで、こうやって見るというものですね。これ、こうやって見るというものですね。で、これ磁石でこうつくようになっています。これですね。はい。ですね。こうやってしつくペタッとこうしつくようになっていると。これですね。そしてここなんかいろいろ書いてあります。なんかよくわかんないですけど、ここ書いてあります。はい。ということですね。そして、まず材質はですね、これちょっと読んでみますけど、プレミアム人工革素材となっています。耐久性に優れたポリカーボネート素材の内部で構成されており、 iPad をしっかりと保護しますということですね。はい、スタンド機能、先ほど見せたスタンド機能ですね、3段折りのスタンド機能が加わり、さまざまな用途に対応できますということで、好みの角度で iPad をしっかりと固定でき、映画鑑賞、タイピングなどご利用できるということですね。それとオートスリープ機能、これがいいですね。カバーの開閉によってですね、自動的にスリップ機能が動きますので、電気の消費を最低限に抑えることができるということですね。それとマグネット式のカバー。まあ、こう、閉じたらすぐもうマグネットがこうくっつくということですね。バッグの中でも iPad をしっかりと保護するということですね。iPad Air 10.5、2019年対応商品ということになります。はい、ということですね。はい、それでは早速ですね、はめ込んでいきましょう。はい、いきますよ。こうですね、ここカメラ分がありますので、こういうことですね。はい、それでは、はい、ガッチリいきます。はい、ガッチリ。はい、ということで、裏面はこんな感じになりますね。ちょっと、シルバーなんですけど、ちょっとなんかゴールドっぽくなりますね。ほら。シルバーなんだけどゴールドっぽくなります。お、この質感、なんていうかな、もうプラスチックの質感です。でもまあいいよ。こう掴みやすいから。ね、スルスルするのがあるんですよ。あれはダメです。もう落としそうですもん。落とさなくてもなんか落としそうでなんか怖いですもん。これはいいです。しっかりホールド感があります。はい。そしてこう開けてほら。こうね、こう、もうこれみんな知ってるとは思うんですけどもね、こうね、
でこう開けての、開けてのこれですね、こうスタンド機能ということですね。でこれもう磁石ですから、こうやってこうなると言ってペタッということですね。これまたかっこいいですね、このペタッというの。これもかっこいい。これかっこよくないですか。ああ、まあ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 ね、まあね、まあね。ということでちょっと見ていきましょうか、詳細部。はい、カメラ部分はこんな風になっています。はい、しっかりと位置も綺麗になってますね。そしてここ、そしてあとはここ、はい、これも綺麗に位置がちゃんとずれてることはないですね。はい、そしてここはですね、カバーがつけてあります。プラスチックのカバーがですね、プラスチックキーの、プラスチックキーのカバーがついています。ここもですね、ここもプラスチックキーのカバーがついています。むき出しじゃないです、むき出しじゃないです。はい、そして気になるスピーカー部分ですね。これ綺麗、綺麗ですね。ほらほら、綺麗に合っていますね。と表部分ですね、表部分はですね、こんな感じ、綺麗にですね、ちゃんと露出していますので、露出していても綺麗にフォールドができているということですね。それとですね、一番皆さん気になるかなとは思うんですけども、強化ガラスですね。強化ガラスの干渉はありません。強化ガラスが少し、小さめに作られていますので、それとあとシュピゲンのこのケースがですね、ここ分かります、ここちょっと段ができてるでしょ。 iPad Air の段が少しあるんですよね、ここに少し段が。そこのところでこう爪状にこうガッ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 とこう噛み合っていますので、落ちもう外れることはないです。ということなので、少し1ミリぐらい空いて強化ガラスが腫れてるというような形になってますね。はい、やっぱいいですね、シュピゲン。いい仕事してますね、いい仕事してますね、シュピゲン。はい、ということで、ちょっと質感はですね、ちょっとこう、ウェットな感じ。ウェットな感じっていうのわかるかな、しっとりしているような感じがします。はい。湿気があるのかな、この辺。湿気があるのかもしれません。まあこんな感じです。で、ブラックですね。はい、色はですね、ブラックとブルーと、2色の展開になっています。はい、そして気になるお値段ですね。気になるお値段はですね、なんと2233円。安いっしょ、安いでしょ。私ね、安くていいものを探すのが趣味なんです。安くていいもの、時間かかるんですよ、これ買うのに。だから本当信じてください。はい、ということで、これですね、前ですね、前回の動画で強化ガラスを皆さんにレビューしたんですけども、これですね、アマゾンチョイスというものなんですね。アマゾンチョイスっていうのは早く到着して、なおかつ製品もいいと、そしてお求めやすい価格というものだったんですよ。で、今回のこのシュピゲンの iPad Air のケース、これはなんとボン、星5つなんですよ、星5つ。結構皆さんの評価が高い商品なんですね。ということで、私購入、まあ自腹切って購入しますからね。やっぱりいいもの、そして早く来る、到着するもの。これね、意外と重要なんですよね。早く到着するというものがやっぱりいいんですね。もう早く見たい、早く触りたい、早く使ってみたい。ということで、早く到着する。そして安い、そして商品もいい。質もいいということを私は重点に置いて、探しています。ということで、今回のこのケースも、いいので、皆さんよかったらですね、購入してみたらいいかなと私は思います。それともう一つ気になったところ、ここ裏、これね、これね、純正のやつはですね、ここ辺までなんですよ、ピューッとでペタッとしつくやつなんです。でケースも純正に使う、こうケースもあるんですよね。で、これここの部分だけはちょっと私嫌だったんですよね。ここの部分だけなんかこうバインダーっていうか、なんかこうクリップでこう留めてあるような感じ、ここのちょっとデザイン性だけはちょっと私は嫌だったかなと思います。だからこの辺まででもう純正のやつの
ところをこう、これが売ってありますんで、それにちょっと似せてもらいたかったですね。まあなんかこう権利みたいなものがあるのかもしれませんけども、だったらもうこの辺までこうブーンとするとか、まあ、この辺だ、ここだけちょっと私嫌なところではありました。はい、でもですね、やっぱアップルマークがこう見えるとか、裏のカバンがですね全部こう塞がるものですね、なんだかなというのもありますよね。はい、それとやっぱりカラーはやっぱりブラックだからこんな色になるなったのかもしれませんけども、少しクリアに近づけても良かったかなと思いますね。はい、クリアっぽいのが良かったかなと。透明なやつね、でもがっつり透明なやつは嫌なんですよ。まあ、それはちょっとわがままなところじゃあるんですけどね。ということでシュピゲンのiPad Air のですね、デビューになりました。はい、それでですね、商品 URL 下に貼っておきますので、もしですね、もし気になった方は覗いてみてください。それでは、じゃあね。いや、違う、じゃあねはなくて、次回はですね、iPad、またリビューします。iPad の、これ、なんもないですよね。iPad、ただの iPad です。iPad の2018の9.7 インチ。のですね、レビューしていきたいと思います。今までですね、ゲーム実況とか、それとかゲームのランキングとか、そういうのもやってきましたけども、ちょっとこう顔出しがちょっと嫌な時期がありましたので、それまあちょっと克服して、今からまた商品レビューも少しずつ入れていこうかなと思ってますので、皆さんよかったらですね、よかったらまあ見てやってください。はい、ということで今後もですね、レビューやっていきたいと思います。もう一つですね、前回もちょっとお話したんですけど、これ今ハマってるのか、これ、あ、まあプロレスもそうなんですけど、これせーのドン、はい、電子タバコベイプ、これですね、喫煙者の方しか分かんないんですけども、やっぱりこれもう次回ずっと先かもしれませんけど、ちょっとリビューしていきたいと思ってますので、その辺のこともですね、踏まえて、よろしくお願いします。それではじゃあね。